前略、テレビの前の視聴者様、このアニメに出てくる奴らは不良です。だから決してこのアニメの真似はしないでください。東京の台所、築地魚河岸。人口1000万の食を支えている場である。おはよう。おはよう。今日も頼むぜ。相変わらず精が出るね。ああ、貧乏暇なしってやつさ。お、今日も早いね。おはよう、ゴリさん。ほら、ゴリさん、いいネタ仕入れたんだよ。じーっと見てけや。近海物のマダイだぜ。どうだい、買わねえか。こいつは上物だぜ。お、どうしたいゴリさん。参ったな、ゴリさんは目が肥えてっからよ。またいいの持ってかれちまう。しょうがねえや、それ持ってきな。このぐらいでどうだ。分かったよ、その値でいいよ。ああ、ゴリさん、またいい買い物したな。誰っすかあれ。ああ、桜寿司さんとこに入った若衆だよ。しっかりしたやつだぜ。おっちょこちょいなとこもあるけど根が真面目だし、将来が楽しみだ。おお、ゴリ、精が出るな。そういえば親方が言ってたぜ。そろそろゴリにまかないでも作らせてみるかなってよ。ん？おお、なんだお前、内緒でまかない作ったのか。煮物か。じゃあ俺が味を見てやるよ。うん、いける。余り物の素材をうまく生かしたな。どんな料理でも基本は同じ。上手なやつってのは何作らせたってうまいんだ。この点お前は味に関して添付のものがあるのかもしれんな。うるせえ。文句あんのかこの野郎。いえ、ですから店主は今おりませんから。いいからあいつか、タチの悪い地上げ屋だよ。おう、店主は出かけてる。出直してくれ。いちいちてめえらの都合なんざ聞いてられっかよ。にしてもおめえらも物好きだな。こんな傾きかけた店にしがみついてよ。ま、いずれにせよおめえらは俺に指図できる立場じゃねえんだよ。何しろ俺はここの店主の。待ってくれゴリ。親方、その地上げ屋は俺の息子なんだ。二度と来るなと言ったはずだ。なあ、親父よ。お前に親父なんて呼ばれる筋合いはねえ。この書類にハンコを押すだけだ。簡単なことだろ。それでこの赤字の寿司屋ともおさらばできるし、金も入る。こんないい話はねえじゃねえか。まだ寿司屋に未練があるのか。それとも息子の俺と契約交わすのは屈辱的なのか。親方、あんたに殴られたのはこれで2度目だな。たったの2回かよ。もっと殴っておくんだった。忘れもしねえ。最初に殴られたのは俺が初めて板場に立たされた時だ。まな板の洗い方が雑だとか言って俺に食ってかかってきたよなあんた。たかがそれぐらいで殴りやがってよ。俺がグレ始めたのもそのくらいの時からだったっけな。覚えてるかあんた。お前が勝手にグレたのを人のせいにするな。俺はお前を一人前の寿司職人にしてやろうとあれだけ努力したんだ。そしてこの店を継がせようと親の意思を受け継ぐのはこの義務。それのどこが間違ってる。けっバカが一緒言ってろ。また出直すぜアバよ。二度と来んな。今度来たら塩をまいてやる。親方。さあてあのバカ親父め。お前はさっきの。お前新人か。見苦しいとこを見せちまったな。ま俺と親父は昔からんな調子でよ。もう何年もまともに口も聞いちゃいねえよ。俺は子供の頃船乗りになりたかったんだが頭ごなしに否定されてな。お前は寿司屋になるの一点張りでよ。強情な親父さ。俺の話なんざ何も聞きやしねえ。ま今更お互い素直になれるわけもねえしよ。じゃまたな。まったくあのバカ。おおゴリか何の用だ。んなんだこりゃ。バナナの寿司。おいゴリちょっと待てよ。確かに最近は変わりネタが流行ってるけどよ。いくらなんでもお前バナナはねえだろ。バナナは分かったよ。食えばいいんだろ。まあどうせまずくて食えねえだろうがな。いわんこっちゃねえ。なんだよこの味。まずくて食えたもんじゃねえよ。いいかよく聞け。お前がバナナを好きなのは知ってる。だがどんな料理でもバナナが通用するとは限らん。自分が好きだからって人に押し付けるのは一流の料理人じゃねえ。それは自分勝手なエゴってもん。はあ、自分が好きなもんを人に押し付けるだと。それは俺が息子に寿司屋を押し付けていたことと同じ。相手の気持ちを考えずに自分の主張ばかりして、つまりこのまずいバナナの寿司は俺自身なのか。ゴリよ、お前はそれを俺に教えるためにこのバナナの寿司を。親父よ、俺の頑固さはつくづく親父譲りだと思うよ。あんたの頑固さに俺も反抗してたっけな。気がつきゃ俺があんたと同じ頑固親父だ。ん？もうこんな時間か。そろそろ店の準備をしねえと。ん？誰かいるのか？何やってんだおい。ちょっと時間があってな。気にすんな。冷やかしみてえなもんだからよ。今は魚さばいてみたけどやっぱ結構難しいな。こんな仕事をよく毎日やってると感心したぜ。わからねえな。どういう風の吹き回しだよこれは。実はなこんなもんを受け取っちまって。見ろよ。あ、それはバナナの寿司。なんだ見覚えあるのか。ゴリの野郎、お前にもこれを。なんだ親父もか。人間ってのはわがままな生き物だぜ。自分がいいと思ったものは他人にも押し付けたがる。俺のことを言ってるのかよ。ま、そんなカリカリすんな。俺だって同じようなもんだからよ。だからゴリは俺にもこのバナナの寿司を渡したんだろうぜ。やっぱ血は争えねえや。俺の頑固なとこはあんたそっくりさ。くっ、何言いやがる。もう俺はお前に寿司屋になるとは言わねえ。お前のしたいようにすればいい。だが今の仕事はやめとけ。あ、もう時間だ。行かねえと。今度ここの敷居をまたぐ時は坊主頭になってるかもしれねえ。その時は下働きを一人雇ってやってくれよ。じゃあな。全てゴリのおかげってことか。仲直りできてよかったですね。なあ、以前新しい店を出す予定があるってお前に話したよな。この店はゆくゆくはお前に任せるとして、その新しい店の方はゴリに任せてみようと思ってるんだが。え、ゴリにですか？うん、お前の考えを聞かせてくれ。実は私も同じことを考えていました。そうだろうと思ったよ。あれほどの逸材はいねえ。奴になら安心して全てを任せられる気がしてな。一つ言わせてもらっていいですか？なんだ？確かにあいつは優秀です。寿司のセンスもある。多少おっちょこちょいなところもありますが、一流の資質を持った男です。ですが、あいつはゴリだ。俺に言うな。あいつはゴリらなんかじゃない。俺らの家族、いやそれ以上だ。お前は見た目だけであいつを判断するのか。申し訳ありませんでした。ゴリラと呼ばれるあいつの身になってみろい。いいか、もう一度言うぞ。決してあいつはゴリラじゃないんだ。はい、わかりました。まあ今日はもう遅い。明日奴には俺から話そう。おはようございます。おはようさん、今日も早いな。ようみんな、おはよう。おはようございます親方。今日もいい天気だ。一日頑張ろう。そういえばゴリラどこ行った？ああ、あのゴリラなら保健所に連れてかれたよ。あ、そうっすか。やっぱゴリラだ。ま、普通に考えりゃそうですよね。前略おふくろ様、先駆けクロマティ高校。この作品ではこれからも世の中の様々なドラマを描いていきたいと思わずに、今回限りにしようと思います。僕は見てました。ずっと見てました。俺も見てた。